ケースペックラブ。どうも皆さん、こんにちは。ケースペックの森です。今日はここスーパーオートバックスコアテンさんでやっております。ちょっとこのイベントですかね、そちらの方でちょっと行ってみたいと思います。じゃあちょっと行きましょう。でですね、実際このイベント、メーカーさんが出展されているエリアはここのエリアになります。そうですね、もう実際こう目の前にドンとこう入り口見えるんですけど、ここですね、実際高速道路から入り口が多いから、結構アクセスがしやすくて、結構交通量が多い道路ですかね、そこらに隣接して回っているスーパーオートバックスさんですね。だから結構ですね、今開店始まって10時ちょっと過ぎたんですけれども、結構お客さんの方は結構入ってますよ。はい、まずこういう入り方が、今日はアルミとタイヤの、このコーナーがあります、ね、じゃあちょっと上まで行ってみたいんで行ってみましょうか。今ちょっと階段あるレゴを回る、結構吹き抜けて、結構今入って、こういったレジですね。で、あと、この夏に向けてのこの日焼けグッズなど、紫外線対策ですか、そういったグッズがまずこうずっとこんな感じでアクセサリー系とかもあるんですが、で実際ここうちの商品もちょっと置いてあるということで、ちょっとうちの展示商品ですかね、こちらの方も見に行きたいと思います。迷おうかな。実際ここがスポーツコーナーになるんですかね。そちらでは他社さんのメーカーですかね、こういう品種されているんですが、うちでも、ここはこう紹介していきますが、実際ですね、こちらですね、このケースペックのコーナーになってますね。でその今回このようにですね、IS のインテリアパネルからこの LED 系、ギャラクシーのシルクベースが混ざってるんですけれども、結構幅広いスパンで、展示して商品を売っていただいてますね。ハイパワーシリーズとかフルシャインとかですね、ちょっと今人気ですけどね、そういったものもちょっと展示してます。ではこのシルクグレーズコーナーで、ちょっとアクセサリーがコーナーですね。でこれ、前回この YouTube でも紹介しました、このジークのパドルシフトステアリング、これスパウスステアリングとセットでも売ってますんで、はい、でこういったこう手ですね、今回このような、シルクブレーズのトマハムギャラクスとか、そういった展示コーナーはこういう感じで展示していただいております。はい、でですね、実際今回コブラフェアーズの、こちらですね、 LED コンバージョンキットコブラを、ショーケースの中に入れてもらっているんですよ。でですね、今回はこの LED のコンバージョンキットコブラがこう展示されているんですけれども、実際ですね、あちらの方にはコブラシリーズで新たにボルトオンコンバージョンキット、あとは HID チューニングバランスコップコブラというふうなコブラシリーズの方も、こちらに置いていただいているという感じで、今回はスーパーオートバックスソアテンさんでやっているそのイベントの、ちょっと感じ的なものも紹介したいと思います。で、こちらシルクブレーズブースですね。で、デモカーは、ベルファイアの鎧と、これはちょっと借りてきた車両なんですけど、オフシとシルクブレーズのフロントリップとリアアンダーのやつです。で、グレンゼンの CHR ブラッシュドエディションの車、この3台を展示します。で、こちらはシルクブレーズのブースで、特化品でですね、こういったイベントでは、商談会というような形で、販売をしています。のブースですね。のブースでは、こういった機能系なパーツですね、こういったのを展示されております。で、次に当てます、ではこのブレーキキャリパー、あとは奥の方には、ブレーキローターの方も販売されています。今回も在庫をトラックで持ってきてらっしゃるのもすごい迫力的なものですね。で、こちらはシビック、こう展示されている車両ですか、ちょっと僕は日頃ちょっと乗れない車とかもちょっとあるもんですから、これちょっと乗ってみたいんで、鍵借りてますか、鍵借りてますこれちょっと乗ってみたい、こんな感じですよ、見えますよね、
まあ、実際エンジンかけさせてもらいました。まあ、こういったあのメーカーさんによってもどうかわかんないんですけど、いろいろあの体感してみるのもいいかもしれませんね。一回しましょうか。ね、お結構こもってますね。いいですね。ありがとうございます。はい、ベンツさんのアルミホイル。GTR もあのレッドシートの GTR 乗りたいんでちょっと聞いてみます。 GTR 乗りたいんですか？借りることができる。じゃあ実際ですね、あの乗ってみたいと思います。初めてなんですよ GTR。 これがエンジンのスタートボタンです。ちょっと押してみますね。おお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 すげえ。GTR はこう出ますですか？あ、もうキューンって言うのがもうすごいですね。いやもうちょっと思った感想でした。パドル質もいい感じですよ。こんにちは、あの、まあ、ブースですかね。はい、このような感じで、まあ、展示しております。田辺さん、この中でなんかレイさんのそのアルミホイル軽いっては聞いてるんですけど、どのこのシリーズなんかどれが一番軽いんですか？今日持ってきたのが一番軽いのはこちらの ZEON なんですよ。 ZEON、はい、軽く作るためにその鍛造工程というのを使ってあげて、はいはいはい、よりこう金属の中の密度を高めていったり、分量のアルミ素材を使ってもより高い強度、剛性を出すことができるので、その分軽く作ることができる。ちょっとどんだけですね、あの軽いのか、ムーさんの小指でちょっとおお上がりますよ。もう一回いきます、はい、ほらもうハルミホイルなんで、ハルミホイルなんで本当に、で、強度もしっかりしてる。おすすめです。ありがとうございます。よろしくお願いします。全部で7社です、ね、向こう一番向こうに住んでレーサーと紹介する感じで、この2日間のイベントをあの盛り上げています。ですね、ちょっと今回ですね、まあ、何しに来られたのかっていうのをちょっと、まあ聞くフリーとしては、まあユーたちは何しに来たの、うん、そういう感じでちょっと聞いてみたいと思います。さっきですね、ちょっとチラッと見たんですけど、結構ちょっとそこをチラッと見に行こうかなと思ってます。あそこにな、溜まってるんですよ、見えます。ちょっとね、行ってみたいと思います。すいません、すいません、どうも。じゃあ、今日は今日ははい、今日はじゃあ、ぶっちゃけ行きます。いいものを欲しくて、はい、例えばこのお店、あとなんかいやイベントとかで、あのシートカバー、シートカバーを、はい、欲しくて、例えばどんな、そういうやつですよね。ということはうちの商品はい、商品をお買い上げしました。お買い上げに来てくれた、はい、やっぱイベントということで、まあそのイベント情報というのは皆さん知ってらっしゃったんですか？大手、はい、あるという情報源がいるんで、ホームページご覧いただいて、メンバーにお声かけさせていただいたら、あのところからも皆さん来ていただいたということです。え、どこからか、ちょっと一人ずつ。茨城です。茨城、はい、はい、栃木です。栃木、湘南です。湘南、神奈川です。神奈川、千葉です。千葉、はい、神奈川です。神奈川、越谷です。越谷、僕は愛知ですという感じですね。あ、まあ、今また別の話をちょっとさせて、この時期なんか欲しいものとかってあるんですか？なんかこういうのが気になってんだよなとか、そういうのがあったらちょっとね、聞かせてほしいなっていうのが、まあ皆さんとね、ワイワイしたがってちょっと集まったよっていう点なのか、なんか別の目的もあってっていうのもちょっと知りたかったので、はい、というような部品を買ってつけたりする場合、みんなでワイワイ、ああじゃない、こうじゃない言いながらつけたりするのが多いんですよ。高機能のグリルがなんか出るってことなんで、ちょっと今検討中。5は、まあ、もしかしたら5しちゃうのかな、しちゃうかも、かも、かも。今一人会計行ってますからね。そう、一人いないですよ。先生、シュークブレスですね。マスカー、俺、ほんちら戻ってくるときみんなで拍手。そう、そうですね、戻ってくる。買い上げですね。
そうそうそう、今日って何変わりました？フロントリップと。フロントリップと、お金で今日なんかみんなね、買うつもりがなかったよって聞いた。なかったっすね、正直。なかったけど、このイベントでなんか乗っちゃったってことですね。ちょっとすみません、もう一回拍手お願いします。今ちょっと今駐車場の中、まあ、どんなお客さん来られるかなと思うんですけど、ちょっと聞いてみましょうか。あ、すいません、あ、すいません、ちょっといいですか。あ、はいはい、あの、今日、ゆうたちは何でしょ、なんか目的があって何かを買うためにとか。買い物です。買い物ですね。例えばじゃあ、まあ、これからの時期で、はい、洗車道具とか。あ、洗車道具、はい、そうですね。ガラスコーティング、あとタイヤワックス、あ、タイヤワックスなのも、それ系の商品も、まあ、購入してこられている。まあ、その他、じゃあ、なんか気になっている商品とか何かありました？分かりました。今、何かありました？今日は何だろう、香水とか。ああ、中のグレーグラス。匂いかよ。匂いかよ。そう。まあ、そういったちょっとアクセサリー系の商品をちょっと今回、ね、探しに来られたというのがあります。なんか、梅雨の時期というその季節感で、やっぱり店舗に行くっていう、そういった感じのオーナーさんたちですね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、次に、あ、そう、ちょ、あ、たまたまよかったよかった。来たんです、このオートバックさんですけど、はい、ユウは何しに、何を求めに来たんですか？まあ、86乗ってるんで、あそこに今日来てる、レボリューションさん。あ、イベント、はい、まあ、イベントちょっとやってるんですけど、レボリューションさんのなんか商品を購入したいなとか。そうですね、ちょっと気になる感じで、あの情報が入ってきて、基本的にはそのツイッターですとか、あ、まあ、オートバックスさんの公式の LINE から飛んできたりして、はいはい、あ、今日ここでやりますよっていう、で、車がこれですか。そうですね、これ。ちょっと見えてみましょうか、ね、お客さんが。これ実は三河ナンバーですか。そうなんですよ、ね、東京って言いながら東京じゃん。もう会社ですね、まあ、タラハマめちゃくちゃ近いじゃないですか。どうだろう、これ地流ですよ。やばい、地元の話になっちゃう。ここ埼玉ですよ。埼玉のにこう、あれ、それもね、結構つながり、ね、つながりできるということですけど、実際なんか、その他でなんか欲しいなとかいうのはあったんですか？レボリューションさんのを見てて、で、まあ、イベントだとやっぱり安くなるじゃないですか。やっぱそれを求めてるってことですか？そうそう、安さを求めるのと、あとはあのここに来る、例えばね、86だったら86中川の人が来たりとかして、はいはいはい、まあ、ちょっとした、まあ、オフタマイズ、そういったちょっとね、はい、カーライフ楽しんでもらえたらと思います。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。すみません、失礼します。行っちゃったから。さっきあのグレンゼ鎧をあの装着するアルファードちょっとここに、まずちょっと、ね、聞きたいな。あ、これですね。ちょっと僕あの、ね、最近入ってくるとこ見かけちゃったんです。まず、じゃあ、ユウは今日は何しに来たんですか？今日は、はい、トップモードを買いに来た。あ、ということ、ね、そうなんです。嬉しいっすね。そうですね。その他なんか目的あったんですか？なし。今回は目標トップ、うん、じゃあちょっとね、フルトップすごい嬉しいですよね。イベントとかでも売ってるんで、はい、ぜひぜひ、はい、ちょっとまあ、ブースやっていてください。はい、ありがとうございます。はい、商談ですか？フードと、はい、あと、あれ、コーナーダフトリー。目的はフードトップだったんですけどね。まあ、まとめ概要されて、本当はありがたいです。ありがとうございます。じゃあちょっと聞いてみたいと思います。今日なんですけど、ユウは何してここに来られたんですか？ドライブレコーダーを買いに。ドライブレコーダー、はい、あ、なぜまたドライブレコーダーを？小さでやっぱ監視する、はい、なんかこうグラレコがあると便利かな。ここのお店とかに来られる前ってやっぱりネットで調べて、あ、もちろんです。例えば、はい、そうネット調べるっていうのもいろいろあって、価格帯のものとか、あとはその機能的なものとかっていうのがあるんですけど、はい、大体どちらを、機能ですね。
やっぱ機能、それをちゃんとこう録画できるやつが、まあ、条件としてあったので、まあ、それプラスあとメモ、アドミが、はい、やっぱそれがポイントだってことですね。そうですね、はい、そういうことですね。今回はね、ちょっとご協力いただいたんですが、ブラレコっていう目的でちょっと来られているみたいです。すいません、ありがとうございます、はい、聞いてみたいです。あ、すいません、よろしくお願いします。まあぶっちゃけなんですけども、ユウは何仕事に来たんですか？クッカーを買いに来ました。クッカー、いつも使ってるんですけど、通販だと送料かかって高いので。アパスタ送料とかそういったものも踏まえて、はい、コーティング剤、コーティング剤もやっぱり梅雨とか夏に入ってるからですね、雨とかに綺麗にしたいなという、やっぱケミカル系の商品でお買い求めに来られたんですね。あ、すいません。その他なんかあれですか、まあ今日実際、まあ、これを目的で来られたと思うんですけど、はい、なんかブラッと見ててなんか欲しいなっていうものとかありました？スマホは僕だけで充電できるホルダーとかいいなと思って。ということは、あの何ですか、ワイヤーレス充電とか、はい、そういった機能ですね。アクセサリー系ですね、はい、そういったものもじゃあちょっとブラッと見ようかなと思って。実際通販とかでやっぱ買われたりしますか？あ、そうですね。でやっぱ通販で値段見てこっちに来られたりとか、そういうリサーチかけてこの店舗に来るとかいう感じ。店舗の方がいろいろ並んでて、あの、あ、何があるか分かりやすいので。あ、選べる楽しみ、こういう感じで来られたということで、まあ、実際この今回はケミカル系を求めに来られたということで、すみません、どうもありがとうございました。助かります。で、まだあちらの方にもちょっとおられるので、ちょっとお話伺いたいと思います。あ、すみません。まあ、ぶっちゃけなんですけども、はい、ユウたちはなぜここに来たんですか？今日は洗車用品の、はい、こちらですね。はい、おー、なるほど、なるほど。まあ、はい、そうですね。これ前から使ってるんですけど、はい、こっちもなくなったので、はい、ゼロボタンなくなったので、そろそろ。そうですね、やっぱりあれですか、もう梅雨にも入りますし、やっぱ虫も多くなって、はい、車とかでも、ね、そうです、あれですか、毎週やられてる感じですか？そうですね、ほぼ毎週、ほぼ毎週、はい、で今日はまあ日曜、まあ今日は日曜日なんで、はい、まあご家族で。そうですね、まあ今日も朝も洗車してきて。あ、そうですか。朝起きて洗車して、まあ妻の車もあるんで、はい、ちょっと妻の車のライトが黄ばんできたので。あ、やっぱケミカル系の商品を買い求めるんですね。やっぱちょっと今ね、ちらっと見た時なんかそういったアクセサリー系見られたんですけど、なんか。そうですね、今日まあ、妻の車は、はいはい、まあ、自分の車は自分で買うんですけど、はい、妻の車はあんまり多分知らないんで、はい、こういうのあるよみたいな。ああ、諦め、こうあえてどうとかいうような検討してるんで、はい、普段はやっぱ店舗さん直接来られて、まあ、いろいろ商品を見て購入される感じですか？ネットとかで、はい、そういうサイトとかを見て、はい、いいよって言ってるのがあれば、はい、なんかピックアップしてもらってどうですか？やっぱり現物を見て購入したいっていう感じ。やっぱ最近これ来られるまではちょっとリサーチして。そうですね、あとはまあネットで買っちゃう時もあるんですけど、はい、要は同じ車種の人でこれがいいよって言ってればもうそのままネットで買っちゃったりもします。デビューを見て、はい、そうです、感じですね。今日はその後どっかお出かけとかされてる？そうですね、今日ちょっとまあ娘の出産祝いをもらって、はい、そ, それをお返し買いに行ったりとか、いろいろちょこちょこ、おめでとうございます。いろいろ、そうなんですね。すみません、急にちょっと取材の範囲で協力したいと、本当ありがとうございます。まあちょっとね、カーライフも楽しみながら、家族で仲良くしていただきたいと思いますので、すみません、どうもありがとうございました。はい、まあ今回ですね、スーパーオートバックストア店さんの、はい、2日間の、まあ、イベントだったんですけれども、まあ、うちのブースも結構皆さん足を運んでいただいて本当ありがとうございます。でですね、まあ、いろんな企画で、まあ、取材もさせていただいたんですけれども、やはり実際商品を購入したいというお客様が結構おられました。まあ、ネットで、まあ、簡単に購入もできるんですけれども、やっぱり実際ですね、手に取ってどういう製品かというのも気になるところで、セットまで取られていることがただ、まあ、回答でいただきました。まあですね、今回取材していただいたお客様にも本当ありがとうございます。でまあ、今回 K スペックなどではいいカー情報など、まあ、発信していきますので、これからも K スペックなどよろしくお願いします。そしてまたイベントとかそういったオフ会ですね、こちらで私と会いましょう。では失礼します。
ースペック。